長期インターンシップで地方行政をクライアントとする広告代理店に年間ほど勤めてまいりました。なぜデータ分析をしたら新しい媒体を使いたいってなったんですかね。あ、そうですね、それは一歩ずつ具体的にしてくれてたっていうのが分かりやすかったなと。どうもこんにちは、新代理メンバーの高橋鈴香です。前回ですね、視聴者さんからのコメントでの要望で実現したメーカーの合格者面接とエサイヤの合格者面接を取ったんですけど、今回はですね、そのコンサル編ということで、そのコンサル業界に内定した新代理メンバーのね、バンバンに面接を受けていただく企画になっております。面接官は元 AT カーニーの池上さんにお越しいただきました。池上さん、よろしくお願いいたします。はい、まあ、AT カーニーにいたのはもう10年以上前なんですけど、はい、今でもいろんなメンバーと話はよくしていますので、まあ、自分のアイデンティティがそこにあるなということで、今回面接官をさせていただきます。はい、で今は放送業界とか出版業界とか、そういうエンタメのところのコンサルをしています。よろしくお願いします。じゃあバンバン、就活どんな感じだったのかちょっと軽くお聞きしてもいいですか。はい、新代理メンバーのバンバンです。以前動画で紹介したように、僕の内定先は三大商社なんですが、その他に、外資系のコンサル会社に受けて、そこからも内定をいただいたという経緯があります。じゃあ今日はね、お手本の面接を業界に詳しくなる必要があるので、面接で専門的な話まで徹底的に深掘りされます。その点を意識して面接をご覧ください。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは簡単にバンバンさんの自己紹介をお願いします。はい、ありがとうございます。私の名前はバンバンと申します。現在東京大学の経済学部経営学科の4年生で、学知課としていたしましては、長期インターンシップで地方行政をクライアントとする広告代理店に2年間ほど勤めてまいりました。また学業の方では2年間実証経済学のゼミに所属しておりまして、主に経量経済学や統計学みたいなところを2年間ずっと学んでおりました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速ちょっと伺っていきたいんですけれども、地方創生の広告代理店ということで、実際にバンバンさんが関わったプロジェクトの中から言える範囲で構いませんので、どんなことをやって、その結果どんなことになったかっていうのを教えてもらえますか。かしこまりました。私の業務は主に2つありまして、1つ目は広告分析というところで、 SNS 広告っていうのを行政から依頼されて、それをこう自分たちの金額でこう動かしていくっていうプロジェクトと、もう1つはこうセミナーの運営というところで、地方に移住したい方、地方に就職したい方に対して、移住セミナー等を主体的に運営させていただくことで、地方に移住したい方を集めたセミナー等を、実際に運営しておりました。はい、ありがとうございます。じゃあそのうち前者の広告分析についてなんですけど、具体的に何か覚えていることで、バンバンさんが分析した結果こんないいことありましたみたいなことを教えてもらうことはできますか。はい、ありがとうございます。僕がこのインターンに入った当初から、その広告分析のプロジェクトにすぐにアサインされまして、その当時こうプレイヤーが多かった、その広告代理店なので、こういう案を作ってテレビ局にこう出しますみたいなプレイヤーが多い中で、いわゆるこう数値とかデータっていうのを見れる人材っていうのが少なかった中で、まあ、僕がすぐにそこのデータを見て、そこからこういいものを作っていこうってプロジェクトにアサインされまして、まあ、学生ながらこうビジネスっていうところもわからない、データっていうところもどう見ればいいかわからないっていうところで、まあ、独学で進めていったっていう経験がありまして、まあ、そこからこう地方行政とプロポーザル等をこうこなしていく中で、まあ、最終的にはこう大手の代理店に勝つようなプロジェクトっていうのを提案させていただくことができる人材になりました。じゃあ提案活動してたっていうことで、その提案活動でのバンバンさんの具体的な成果をちょっと教えてもらえますか。ありがとうございます。私が行った成果といたしましては、以前その広告代理店で行われたメインの媒体っていうのが YouTube だったりテレビっていう、いわゆるこう有名どころの SNS を使ったマーケティングだったんですが、僕がこう提案した Twitter だったり Facebook だったり Instagram だったりっていう、まあいわゆる若者に対して新しく受けている媒体っていうのをこう行政さんに提案させていただく、むしろ Twitter とか Facebook の方がそう YouTube に比べて費用対効果が高いみたいなところを、いかにこう数字で見せて行政様に提案できるかっていうところを工夫させていただくことで、だいたいいつも200万円ほどもらっていた運用資金に対して、 YouTube 100% ではなく、そういった新しいメディアと取り入れた提案っていうのをさせていただくことができました。
はい、ありがとうございます。まあ、クライアントが扱ってなかった媒体を、まあ、新しく提案したということで、まあ、データ分析をした結果、新しい媒体の提案につながったっていうところをもう少し伺いたいんですけれども、はい、なぜデータ分析をしたら新しい媒体を使いたいってなったんですかね。あ、そうですね。それは、YouTube 上でこう見れる費用対効果みたいなところの数字、例えばインプレッションだったり、こういうコンバージョンがありますっていう数字に対して、その、まあ、シミュレーションだったり、以前私たちが少しやっていた Twitter とか Facebook の広告等の、以前のデータから、YouTube に対してこれくらいの数字がプラスした、フォロワーだったり、インプレッションを得られますよみたいなご提案をデータ分析という形でさせていただいたっていう感じですかね。YouTube と、まあ、仮にじゃあその時新しく提案したのが Twitter だったとしましょうか。はい。で、YouTube と Twitter で何を比較したんですか ?CPM を。あ、そうですね。はい。CPM だったり、まあ、インプレッション数だったり、コンバージョンみたいなところを比較させていただいて、むしろこう、行政みたいな、その移住とか地方移住に関してある方って、いわゆる動画始まりではなくて、こうツイッターのツイートとかにこう敏感だったりするみたいな、そういうフォロワーの属性みたいなところも分析させていただいて、まあ、総合的に判断してツイッターの方がいいのかなっていうことをご提案させていただきました。やってないツイッターのコンバージョンってどうやってかかるんですか？以前に少しやってはいたんですけれども、その行政様に対して、ツイッターとかフェイスブックの広告費用対効果みたいなところを、こう、うまく説明しきれずに、むしろこう、YouTube の知名度高いよねっていう、行政さんの、こう、数字ではない、こう、定性的な、こう、認識みたいなところが、こう、ギャップになっていて、ツイッターとかフェイスブックをこう、敬遠されてたっていうことがあって、その数字っていうのを説明できる人材っていうのが、僕が入社する前に多分いらっしゃらなかったので、でそこをこう費用対効果として数字として説明していくことで、うん、Twitter とか Facebook と採用させてしていただけたのかなというふうに思っております。ちなみに YouTube のと Twitter でコンバージョンは何を比較したんですか？はい、コンバージョンはそのサイト誘導っていうところを多く見ていて、動画を見てそこからこう、移住サイト等にこう流入したユーザー数みたいなところを比較させていただいています。それって、ね、じゃあ CPA じゃなくて CPC 見たってことですか？あ、そうですね。あ、ごめんなさい。CPC ですね。はい。そうするとコンバージョンっていうか、まあ、ただのクリック数な気がするんですけど、はい。それがなんか Twitter の方がクリック数がいいっていうことが、まあ、なんで行政にとってプラスになるんですか？そうですね。まあ、結局その移住サイトに流入させたいっていうプロポーザルだったんですよね。うん、その移住サイトっていうのを新しく作るので、そこに流入するユーザー数を増やしたいというところで、まあ、以前はこう、例えば YouTube って何で使っていたかっていうと、こうインプレッションを増やしたい、とにかく知名度を広げたいっていうことをメインに使われていて、まあ、それって結局、こう知名度自体は上がるけれども、そのサイト自体を使ってくれるユーザー数って増えないよねっていうところから、その新しい CPC っていう、こうクリック数っていうところに注目して、流入数増やしていこうっていう施策をご提案させていただいたという経緯になります。CPC 下げたいんだったら、でもネットワーク広告の方が良くないですか？そうですね。まあ、それもご提案はさせていただいていて、ただ、僕たちのこう広告代理店としての魅力っていうのは、こう、どちらかというと、まあ、テレビ業界も一緒になった代理店だったので、やっぱりこう、動画みたいなところを使いたいっていう意図もありまして、なかなかこう、ディスプレイ広告だけだと、まあ、なんか、自分の自社の魅力っていうのがあまり伝わらないのかなっていう、まあ、社長の意向もありまして、まあ、最終的に、まあ、その、ツイッターの動画広告だったり、うん、Facebook のプロモ動画広告みたいなところに最終的に落ち着いたという形になります。それはなんかクライアントにとっては違う方がいいけど代理店の都合でそっちを提案したってことですか？行政自体のプロポーザルが動画広告を用いたとか動画プロモーションを用いたサイト流入の増加みたいなプロポーザルだったので、行政側のこう意図するところにこう従ったという形になりました。はい、ありがとうございます。最後質問になりますが、仕事期待、はい、もしくはこの会社に入りたいと思った理由を教えてください。はい、ありがとうございます。まあ、コンサル担当という仕事は企業の課題っていうのを例えばデータ分析だったりそういう今まで僕がやってきた広告代理店でやってきたような経験を生かしてやれる仕事だかなというふうに思っております。その先ほど池上様がおっしゃっていただいたように行政の担当者だったり僕の上司である社長だったりっていうのはなかなかこう数字に対して向き合ってくれない方が多いというか、それよりも知名度だったりこう目に見えやすいものをこう気にされる方が多い中で、正しいデータの見方だったり世の中にあるこう間違ったデータ分析みたいなところを正しくこう強制することで、正しいこう企業提案、企業の課題解決するアプローチっていうのを提案されるようなコンサルタントになりたいなというふうに思っております。ありがとうございます。
逆にじゃあ質問ありますか。はい、池上様はなぜコンサルタントを目指されたのかお聞きしてもよろしいでしょうか。はい、だいぶ前なんですけど、はい、僕は塾講とあと自分でゲーム作るっていうのをやってたんですね、はい、まず塾講の方ではやっぱり目の前の学生が受験に受かるか受からないか、はい、まあ、そこの成績がどうしても決まっちゃうっていう納期もあるというところで、まあ、その人の役に立つっていうことが自分になんか向いてるなと、うん、そういう目の前にお客さんがいるっていうことが自分が頑張れる環境だなって思ったっていう、まあ、そういうなんかメンタルの環境面がまあ一つと、ゲーム作ってた方に関して言うと結構まあプログラミングってなんか問題解決の連続なので、はい、まあ、何か問題が起きた時にそれを解決していくのって面白いなっていうのを思ってて、まあ、その辺のお客さんと向き合うってことと、まあ、問題と向き合うっていうことが、まあ、楽しいと思えたんで、まあ、それでコンサルティング業界がいいかなというふうには思ってました。ありがとうございます。はい、今日の面接は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで面接お疲れ様でした。バンバン1年ぶりだよね。1年ぶりの面接でした。こんな感じだった。そうですね、意外とこうどういうことやってきたのとか、うん、データどうだったのっていうことを聞かれてたんですけれども、そのそうですね、言い訳になっちゃうんですけどインターン自体も結構1年以上前の話で、商社の面接が最後だったので、なかなかこういうロジックというかデータにお話をされるっていうのはなかなか難しかったなっていうふうに感じてます。個人的には当時のようにできた感じはありますか。これだと落ちてますね。どういうところがちょっと違った。その正しいその自分が見てきた指標の名前をこうちゃんと言えなかったりとか、例えば自分が始めたプロジェクトだけれども、こう具体性がないというか、はい、その YouTube に対して Twitter とか Facebook 提案するって、うん、結構いろんな人できるような話だよねっていうところで、もっと話したいことがあるけどうまく話せないっていう状況があったかなというふうに思ってます。はい、お願いします。はい、まあなんとなく感じてることだと思うんですけど、はい、まあ、抽象的な整理はすごくうまいなと思いましたね。まず2つありますと、はい、で広告分析とセミナーの運営です、はい、みたいな、その2つです、はい、でそういうふうに整理してくれると、じゃあ広告分析の方を聞こうかなって選べるので、1個ずつ具体的にしてくれてたっていうのが分かりやすかったなと。なんで抽象的な整理は非常にまああれだなと思いました。で多分忘れてたと思うんですけれども、まあ、具体論になっていった時に、あれこの人本当にやってたのかなとか、なんかちょっとね思われちゃう可能性があるかなと思います。でコンサルなのにあんなに代理店舗質問するのかっていうのはあるかもしれないんですけど、結構ですね、まあ、特に先婚は3ヶ月のプロジェクトの最初の1週間でお客さんより詳しくなれっていうのがあるので、もう1回やったプロジェクトとか業界のことはもうめちゃくちゃ詳しいんですね。なんで僕もなんかちょっとでもかすってたプロジェクトに関わるようなことが、まあ、面接官の時にあると、それはなんかもうめっちゃ具体的に聞いてましたね。で具体的に聞いていくと、まあ、本当にその人がそのプロジェクトで中心的な役割を果たしてたのかとか、その能力がファームに入った後再現性があるのかっていうようなことが、まあ、より、確実に検証できるようになるので、まあなんかいい提案ができますって言われても、まあわかんないじゃないですか。実際入社したらあんまりできないかもしれないし。けど具体的に聞いてると、あ、これはうちの会社でもなんか働いてる姿をイメージできるなって感じで、応用できるんで、まあやっぱり具体的に答えられるっていうのは重要かなと思いましたね。いや、逆質問でめっちゃわかりますよ、でも。そうでしたかで終わったら、はい、マジで落ちると思う。この1